いや、まだ60時間終わってないよ。60時間まだ終わってないよ。まだ今48時間終わった。また12時間残ってるよ。9時から12時間残ってるよ。スロット行く暇ないよ。スロット行きたいけど行く暇ないよ。助けて。助けて。スロット行きたいんだけど。行きたいよ。スロット行きたいけど行く暇ないよ。助けて。ああ、なんだこれは。完成ありがとうございます。完成ありがとうございます。黄色い完成ありがとうございます。ああ、しどい。ああ、しどい。仕事すぎてたまんねえわ。シーティア。小六法。小六法はね、平成6年のやつ。だもう25年ぐらい前の法律だから、もう古くて使えない。古くて使えない。シーティア。いえ。当時そのまま買いました。25年前やから、まだ、中大の通教に入った頃に買うたんかな。重たすぎて小六本なんか持ち歩くこともなかったし、開けることもなかった。でもこうやってね、置いとくとなかなかいい飾りになるでしょ。中大卒のエリートやからね。中大卒のエリートだから。足が痛いわ。そら足の裏も痛いわ。そら足の裏も臭くなるわ。違うわ。もう足が痛い。もう足が痛い。もう歩けない、立てない。足が痛い。セルエリート警備員。警備員やのに法学部卒や。おらんでな。法学部警備員という。せやで、司法試験合格者はね、トップクラスで、まあ、学生だけの話やけど。だから、エリート街道には乗っかってないから。エリート街道には乗っかってはない。なんか、いいとこだけ話聞いたら、なんか、すごいエリート街道まっしくらで来て、そこからすごい転落の一途を辿ったみたいに聞こえるかもしれんけど、あっちきの場合ね、思われた瞬間から不幸だから、ね。紆余曲折でここやから、別にね、そんなにね、
挫折感はないっすよ。そんなに挫折感はない。いいこともあるでは、いい時もで悪い時もあったけど、だいたいさっきに悪いことから始まってるから、むしろちょっといい思いをしたかなっていう思いの方が強い。マジかい。なんか、ちょっと寝るわ。ちょっと、8、6、7時でしょ。1時間ちょっと寝るわ。よし、走った。走直して寝よう。もう、ふし。おやすみなさい。じゃあ、そろそろ。おやすみなさい。